UEFA ヨーロッパリーグ、UEFA ヨーロッパリーグは欧州サッカー連盟 UEFA の主催で毎年9月から翌年の5月にかけて行われるクラブチームによるサッカーの国際大会である。それまで行われていた UEFA カップの名称と大会形式が一新され2009から10シーズンから新たに始まった国際大会である。この校デは UEFA カップ時代についても記述する。インターシティーズ・フェアーズカップとして創設された大会が前身となり、1972年に UEFA カップとして正式に発足。1999年、それまであった欧州三大カップの一角、UEFA カップ・ウィーナーズカップ、ヨーロッパ各国のカップ戦優勝クラブによる国際大会を吸収する形で、 UEFA カップ出場資格にヨーロッパ各国のカップ戦優勝クラブを加える形で吸収統合された。対戦の勝敗は基本的に H&A 方式の2戦合計にて決められる。ただし2回戦は40クラブを5クラブ8グループに分けホーム2試合アウェー2試合の計4試合開催場所は UEFA ランキングによって決定の変則。 H&A 形式のリーグ戦を実施する2004から05シーズンより、また決勝戦のみ中立地での一戦で勝敗を決する1997から98シーズンより、従来 UEFA ヨーロッパリーグ当時の名称は UEFA カップは各国リーグの上位クラブ同士が対戦するということもあって UEFA チャンピオンズリーグと並んで、 レベルの高い大会であった。例大中期まで UEFA チャンピオンズリーグはどの国も1クラブ、リーグ優勝したクラブのみしかし出場できなかった。そのため当時の UEFA カップはリーグ優勝を逃した各国の上位クラブが多数参加する非常にレベルの高い大会であった。しかし1997から98シーズン以降、 UEFA チャンピオンズリーグ出場クラブ拡大の余波を受け、各国リーグから複数のクラブが UEFA チャンピオンズリーグへの参加が認められるようになると、欧州主要リーグのビッグクラブが軒並み UEFA チャンピオンズリーグに参加してしまう事態となり、UEFA カップは国内リーグで優勝もしくは UEFA チャンピオンズリーグ出場権を逃したチームための大会。 という不明よな位置づけの大会になり下がりつつあった。これらの課題を解決するための施策として、UEFA チャンピオンズリーグ本大会グループリーグ3位、敗退組、その他、UEFA チャンピオンズリーグ予選プレイオフ敗退組、UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦、敗退組の UEFA ヨーロッパリーグへの参加を可能とすることで、例えば近年では、 マンチェスターシティ、チェルシー、リバプール、ユベントスのような本来 UEFA、チャンピオンズリーグの優勝を目指す、ビッグクラブ、またアトレティコ・マドリード、ドルドムーント、ポルトのような UEFA チャンピオンズリーグ GL を勝ち抜けるであろうと目される有力クラブが、UEFA ヨーロッパリーグへ参加できるよう手配するようにしている。同様に、これらの課題を克服するための施策として、 他にも、2004から05シーズンより変則 H&A 形式のリーグ戦を実施、決勝戦を中立地での一戦のみで決する、決勝戦は UEFA4 つ、母子認定スタジアム位の格付けを持ったスタジアムで開催する、より格式高い大会とするためのセレモニーとして、UEFA ヨーロッパリーグアンセム、賛美歌の導入や新たな大会ロゴマークの新設。 大会名も2009から10シーズンにより、従来の UEFA カップから UEFA、ヨーロッパリーグへと変更する、等、UEFA チャンピオンズリーグに近いような大会方式に変更された。さらに2014から15シーズンより、優勝クラブには UEFA チャンピオンズリーグへの出場資格が与えられている。国内にリーグ戦を許さない利液天使対応除く。 リーグカップ戦を有するイングランド、フランスは国内リーグ成績上位1クラブのみ。予選はトーナメント形式によるホームアウェー戦を実施する。2試合終了後同点の場合にはアウェーゴールが多いクラブが勝者となる。それでも決まらない場合には延長戦、PK 戦を行い勝者を決定する。各対戦前に組み合わせ抽選が行われ、同国のクラブが対戦しないように、 また各クラブのランキングポイントにより、ポットを分けたで、組み合わせ抽選を行う。グループリーグは48チームを4クラブずつ、12グループに分けた、ホームアウェー戦のグループリーグを実施する。抽選は各クラブのランキングポイントにより4つのポットに分け、また、同国のクラブが同じグループに入らないように行われる。各グループ上位にクラブが、 決勝トーナメントに進出する。決勝トーナメントは、グループリーグを勝ち抜いた24クラブに UEFA、チャンピオンズリーグを、グループリーグ3位で敗退した8クラブを加えた32クラブでのトーナメント形式による、ホームアウェイ戦を実施する。2試合の合計スコアが同じ場合は、アウェイゴール方式、延長戦 PK 戦で次のステップ進出クラブを決める。決勝のみ、 中立地、自国クラブが勝ち上がった場合は、中立地でなくなるまでの一発勝負となる。決勝トーナメント1回戦の組み合わせ抽選は、グループリーグ1位の12クラブと、チャンピオンズリーグ敗退クラブのうち成績上位4クラブがシートされ、同国のクラブ同士が対戦しないように、またグループリーグで対戦したクラブとも当たらないように、考慮される。回戦以降の抽選では、 シード分けはされず、同国同士、グループリーグ同組同士の対戦も制限されない。一抽選は、グループリーグ終了後に、決勝トーナメント1回戦の抽選を行う。1回戦においては、UEFA チャンピオンズリーグ3位、e、クラブのうち、成績上位4チームをグループステージ1位の枠に入れて C し、成績下位4チームは、グループステージ2位の枠に入れる。 そして1位の枠から1つ、2位の枠から1つという形で抽選を行う。2位の枠から選ばれたチームが第1戦のホームとなる。また、同国のクラブ同士が対戦しないように、またグループリーグで対戦したクラブとも当たらないように考慮される。準々決勝、準決勝は再度抽選となるが、この際には1回戦の抽選に伴う考慮はなく、全くのフリーで抽選を行う。 国内カップ戦優勝クラブが CL に出場のため不参加でカップ戦準優勝クラブが出場する場合各国の判断によってはどのラウンドから参加するかを国内リーグの順位に従って決める。中優勝年度及び準優勝年度は優勝が決定した年を並べている。例えば1971から72年度王者は1972年としている。 シーズン途中に移籍して、新加入した選手が全所属クラブで、L 本大会に出場歴のある場合、新たな所属クラブで、同年度の大会に出場登録はできない。同年度の CL 本大会に出場歴のある選手は、一人に限り登録が可能。ただし CL に出場した際の全所属クラブが、CL でグループリーグ3位になって、L 決勝トーナメントに参加する場合は不可。 CL、L の予選のみに全所属クラブで出場歴がある。選手に関しては、新たな所属クラブで本大会から登録できるルールに変更された。もともとは全所属クラブが敗退していない場合は、登録不可だった。大会が UEFA ヨーロッパリーグになった2009から10シーズン以降、テーマ曲 UEFA ヨーロッパリーグ参加。 UEFA ヨーロッパリーグアンセムが使われており、試合開始前、テレビ中継開始時と終了時に流される。このアンセムには、UEFA チャンピオンズリーグアンセムとは違って歌詞は存在しない。初代アンセムは、2009から10シーズンから2014から15シーズンまでの6年間使われ、作曲はフランスのが担当し、パリオペラザ管弦楽団の演奏によるものだった。 2015から16シーズンから使用される2代目アンセムは、ドイツの作曲家、詩によって作曲されたもので、アップテンポや拍手をベースに、選手、サポーター、チームスタッフとの一体感を表現したもとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。